おうち大好き20代会社員、あ、どうも、相良ゴーチです。今日は一人暮らしに便利な掃除グッズ5選。まずはこちらのすごい鏡磨き。こんなに汚い鏡だったとしても水をつけてさっと磨くだけで、その名の通りすごい綺麗になります。続いてこちらのバスブラシ、ポールを回すと伸縮します。スポンジで風呂桶を洗うとこのように大きく腰を曲げなければいけませんが、このバスブラシであれば腰をあまり曲げずに楽に掃除ができます。続いてアンカーのハンディクリーナー、キャップを閉めると自立してスリムなので保管に場所を取りません。テーブルにこぼしたものもさっと掃除ができますし、ホコリが溜まりやすい場所も手軽に掃除ができます。ブラシノズルがついているのでソファー掃除にも最適です。続いてが 3M の隙間ブラシ、このブラシ手で押しても曲がらないぐらい硬いです。そしてコンパクトで握りやすいので、このような角や隙間を力を入れて掃除ができます。ちなみに使い終わったら S 字フックに固定していますが、この S 字フック実は回転しても落ちることはありません。少し曲がるのでフックに固定することができます。最後に豆板の洗面台ブラシ、持ち手がついているので掃除をしても手が汚れません。使い終わったら浮かせるスポンジホルダーに引っ掛けて収納しています。